ショートムービーで失礼します。今回紹介するのは HG シリーズ樋口真嗣コレクション第3弾妖怪怪獣ダストパンミラーマンの第25話で登場。ああ、貴重なミラーマン怪獣だ。害虫の親玉みたいな怪獣で、このずんぐりむっくり体型が可愛い。この昆虫らしい右腕からの、鞭腕の左腕。これがまたいいですよね。触角の造形もしっかりされていて、顔の塗装もいいですよね。あ、この角度は雰囲気が出る。羽の感じも、いいですね。ちなみに、樋口真嗣コレクション、全種を集めると、タイラントが完成します。完成まで、あと3体。単品で買います。